ございます。おはようございます。月曜日、朝6時から今。はい。皆さん、おはようございます。おはようございます。早いですね、今日ちょっと。今日早いよ。5時半まで飲んでましたからね。ふざけんじゃねえよ、お前。今日はついに、はい。ミッチーの夢が叶います。はい。皆さん。はい。何っていうの？オフ会っていうの？オフ会じゃない？オフ会じゃないですね。オフ会じゃなくて、うん、まあ、勉強会っていうのかな。うん、ただ、まあ、こっちが教えるんじゃなくて、うん。まあ、みんなでまあ勉強して、うん、まあ、この足場の業界っていうのを盛り上げていこうっていう、うん、まあ元々そういうのやりたい、まあこういうね SNS でこういうなんていうのコミュニティみたいなの作って、はい、YouTube でこうやってコミュニティ作って、まあオフ会やってみたいとかね、オフ会やってくださいとか、はい、まあ勉強会やりましょうとかあるんですけど、はい、まあ俺らってどういうの、何ができるね、どんなことやりたいって言ったら、なんかまあ人に教えるっていう器じゃないかもしれないし、教える、そうですね、うん、だからまあこいつの今やりたいっていうのはね、もう本当にいろんな、まあ、足場の会社さんとまあつながって、うんうん、まあ、いろんなことを共有して、うん、なおかつまあ仕事も、うん、まあそのね、うちも来るし、例えば、ね、他県に出張も行ったりするから、うん、だからまあそういうのもやっぱ、コストが、まあ、経費かかるわけじゃないですか、他県に行くときって、うんうん、だそうするとやっぱお客さんからもらう金額もやっぱ高くなっちゃうし、うん、お互いまあちょっとなんか微妙な感じになっちゃうなと思って、うんうん、それだったらまあ近くの業者とかにまあ紹介して、あ、紹介できたりとか、そう、うん、そっちの方がまあありがたいじゃないですか、うん、お互いに、うん、なおかつ、まあ、そのいきなりじゃあインターネットで検索してパンパンってじゃあ触れますかって言ったら正直怖い部分もあるんで、うん、なんでまあそこでまあ顔を合わせてや、うん、おれば逆に言ったらまあこっちも信用できるし、そういうことね、はい、まあ、まあ簡単に言うと、まあ、助け合う会社を集めたいと、そうですね、お互いに勉強会形式みたいな感じでやろうかって言ったわけだね、はい、そうですね、まあ、俺もちょっと顔出せたらな、出したいなと思うけど、やっぱ足場のことってこいつら詳しいもんで、はい、で一緒にまあ一人親方の子もおれば、一人親方も OK でしょ、一人親方も OK です、逆に大きな会社で、全然俺らの大きな会社で下請け方いつも足りてないで、そういう会員さんに入って、はい、まあね、顔をね月1回とかぐらい目標、何ヶ月、はい、3ヶ月1回か、まあ、ちょっとそこはまだ決まってない、まあ、決まってないですね、決まってないんですけど、はい、まあとにかく第1回はまあやってみようってことが決まったんで、はい、ね、そういうところに集まって情報交換して、まあ、私ちょっと仕事あるで手伝ってくれへんとか、はい、まあ、正直うちも求人っていうか、しょっちゅう俺もインスタで足場仕事ないですかとか使ってください、はい、まあでもじゃあ相手もどういうやつかもわからない、本当にね、はい、わかんないですよ、で材料持ってんのかトラック持ってんのか、はい、手間受けでやれるのか、はい、うん、妊婦出しレベルなのか、はい、もう全然わかんないからなかなか使えない、じゃあ知り合いのところに頼んじゃうわけじゃん、頼んじゃいますね、はい、そういう中でまあ一緒に勉強会して情報共有して、はい、ね、成長していこうっていうかな、みんなで一緒に成長していこうっていうものを、はい、じゃあ作ろうと、結構これ、まあ、コロナになる前ぐらいから考えとって、まあ、考えてますね、なっちゃってね、はい、なかなかできんかったんですけど、まあ、ちょっと落ち着いてきたということで、はい、来年ですね、はい、頭、はい、目標です、うん、で限定、まあ、限定、まあ、10社、まあ、20社ぐらいですかね、20社はい、うん、まあ、これね、いろいろ悩んで100社とか、まあ、何社とか目標とかなんとか言ったんですけど、まあ、まず、はい、うん、まあ、多くてもしょうがないから、はい、だったら20社入社限定で、うん、だってもう本当に先着順になっちゃうので、ちょっとすぐ応募してほしいと思うんですけど、はい、20社で勉強会、まあ俺らもどういう運営多分分かんないから、はい、こいつ時代もそういうことってやったことないと思うから、はい、ないですね、20社で一緒にまず成長していこうと、はい、で増員する可能性はまあね、分かんないけど、はい、まあ、とにかくまず20社で一緒に成長して、はい、いろんなこと共有して、それはもう一人親方でも全然大丈夫です、はい、ただその足場の職人、足場の会社じゃないとダメだね、足場の会社じゃダメですね、うん、個人事業主は OK でしょ、個人事業主でも OK です、まあ、うん、その代わりやっぱ、まあ、まあいろんなことやっぱもうその実習生とか、うん、やっぱりまあその仕事の関係、まあその資材置き場の改善とか、まあ、うん、多分そういうなんか僕らもそのぶち当たってるところに対して、うん、まあ、うん、みんなで情報共有していきたいなと思ってるんで、ああこういうことで、お前な一番抜き替え途中ではいろんな何も悩んだのと、まあ、やっぱりその資材置き場、うん、やっぱ遅いじゃないですか、うん、職人って帰りが、うん、段取りって結構大変だと思うんですよ、ね、ああ仕事終わってからの明日は民間にとると余計多いよな、そうですね、うん、あとはまあやっぱ実習生、まあ、やっぱ実習生から文句言われたりとか、うん、あやっぱ実習生どうしたかも、ね、まあ、たくさんあるじゃないですか、それって、うん、まあ、夜中に行くで、お前それ直したらすぐ直るじゃん、はい、まあ夜中に行っとるから多分いいんですよね今は関係が、まあ、そうとも言う、はい、うん、他には求人とかだよな、やっぱ人いない、求人もあるですね、まあ、今ちょっと落ち着いて、はい、仕事が落ち着いてるもんで、まあ、仕事がないという人もあるかもしれんけど、はい、本当に人の
ネットワークの貸し借りって結構大事だよな。大事ですね。うん、まあそういうことをちょっとやっていこうと思います。はい、まだ日程は詳しく詳細決まってないんですけど、はい、まあ来年頭、はい、目標なんで、あの塗り替え道場のインスタ、はい、間違いないんだよ。俺とかミッチーじゃなくて、塗り替え道場のインスタ、はい、今5000人ぐらいフォロワーがおるのか、はい、ね、5000人アカウントに、はい、あのダイレクトメッセージを送ってください。はい、芝の動画見ましたと。うん、で、あの勉強会、はい、うん、まあちょっと名前も正式に決まってないんで、まあまずは勉強会という名前でいいと思うんで、勉強会に参加したいと思ってますみたいな、はい、で必ず名前、電話番号で会社名、はい、で会社の URL まで貼ってみると助かるかな、はい、まあホームページなかったらもうしょうがないんで、はい、でぜひね、逆に俺はもう勉強したいから、その俺よりも大きい会社とかな、もう来てほしいですね、来てほしいな、はい、逆に本当にこういうふうに、どういうふうにこうやってやったらいいよっていうのとかさ、はい、教えてほしいし、はい、うん、ね、あの人が例えば大きいところで人が足りないよって言った時に、まあ、そのネットワークじゃないけどさ、はい、その人たちに頼めるとか、そういう環境があれば、まあ、面白いことができるよね。いや面白いですよね、うん、結局全部バッてつながっちゃえば、そう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 、それもやっぱ強くなるわけじゃないですか、大きな一つの会社じゃないけど組織になるよね、はい、組織になりますね、うん、組織ってやっぱ一番強いから、はい、で SNS ってこういうのって試みってなかなかないと思うのは、はい、ただ YouTube やって YouTube 収益やって、でコメント欄になんか広告がどうのこうのでね、ちょこちょこ出てくると、あの自動だしな、はい、でこんなの収益なんか別に何も狙ってないんだけど、こういうことやっていきたい、まあね、建設業でネットワーク作りたい、コミュニティ作りたいっていうのが、まあ、ここやっと来れたからね、まあ、ちょっと本当10万チャンネル登録行ってからやるのが良かったんだけど、はい、うん、まあ、この時期で、まあね、やっと来年やれそうかなっていうのも目処が出てきたんで、はい、かな、そうですね、なんかありますか、ね、あとは、まあ、そのあとその材料の積み方とかね、うんうん、なんかそういう、まだそこの話か、いやいやいやほんまですか、あと勉強会はもう内容とか手話こういうのいろいろやりたいよっていうのがあるとして、はい、まあ、まあ応募方法はあるよね、応募方法はあるんで、他には特にないんじゃないですかね、うん、まあとりあえずいいか、とりあえず伝えることはないですけど、どんな子来てほしいとかあるの、こういう人たちに来てほしい、やりたい、ただまあ本当に、まあ会社が結局は、うん、そのまあ、勉強会なんで、例えばじゃあ一人で動いてる人とか、うん、例えばドバがない人とかっていうのはあんまり、まあ、その来てもいいんですけど、うん、あそういうできればまあその資材持ってて、うん、まあ、従業員もちょっと何人か使ってて、うん、っていう炎がやっぱ今回集まる、あなるほどね、応募としては合ってるのかなって思うんですよ、ね、あ逆にもう材料ぐらいまで持っとりたい方がいいわけだ、持っとる炎がで、まあ、逆に、まあ、これからもやっぱ徐々に徐々に、まあ、来年からその何回も、ね、うん、やってってからまたちょっとね、うん、増員してった時に、まあ、そういう一人の人とかも、まあ、入れるように、まあ、そういうことだね、はい、でなんかテーマ決めて 1,2 時間まあ勉強会やって、まあ、あとはその、はい、俺はもうこっちが好きだからこっちは参加してもいいかなと思ってる、こっち参加、こっちね、これじゃんよ、はい、僕あんまりこっち好きじゃないですよねこっちの方が好きだ、はい、はい、僕まあまあ何もできやね、はい、まあ、名古屋で多分やることになると思いますんで、はい、今後まあわかんない、まああんまり増やすっていうのはちょっとどうかわかんないけど、はい、関東大阪でやるのかっていうのはちょっとまだわかんない、まだと思います、そうですね、うん、まあまず俺らが自分たちが本当に実際に仕事しとることで悩みでぶつけてやってきやすだからさ、はい、なんか別にあのオフ会とかのそういうわけでもないじゃん、そういうわけでもないですね、なんか関東とか、ね、はい、大阪行ってなんかチヤホヤされたくて行くわけでもないはずで、はい、うん、だからちょっと関東大阪の人たちが、まあ、来られるってなるとちょっと大変だとは思うんですけど、はい、まあね、お互いに何かメリットがあればいいんじゃない、そうですね、はい、うん、まあ一つとコミュニティとして、うん、ちょっと興奮すんね、これ朝6時興奮しますね、皆さん、まあ、こんな朝6時に車運転しないから、はい、何を興奮しようだと思うけど俺らもまあね、叩かれながらいろいろやりながらそこまで来たでな、はい、まあ、いろいろ炎上しながらお客さんにも何回か言われたこと、なんであんなこと社長やるのってなんでなんですかねって俺も自分で言うしかないし、あったら普通じゃん別にってよく言われるんだけど、いや普通なんですよ、まあ普通ですよね、まあ普通ですよ、カメラの前だからっすよね、そう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 、キャラがね来るもんで、はい、まあ大変だけど、まあね、こうやっておかげさまでみんなね、はい、毎日毎日見ていただいてる人がたくさんいるから、はい、まあ、この勢いに乗っていろいろやっていこうと思いますんで、はい、ぜひまたそうですね、チャンネル登録と、うん、あ、そうそう、あと、まあ、個人事業主の人とかも今あの求人道場ね、それだけちょっと、まあ、宣伝じゃないけど求人道場やってて増えてきたよな、ほんと増えてきてますね、うん、で、はい、知り合いからも、ほんと俺の友達からもあれどうやって出すのって問い合わせも来るんで、はい、求人道場、建設業専門で、まあ、個人事業主まで全部求人出せるようなサイトです、で、あのそれ出しまったら結構今何百人って見に来てるから、はい、あのぜひ求人出してね、俺もまだそのシステム上応募があったのかどうかって電話してる段階が見えないから、システムはそこまで作り込んでないから、はい、もうね、これでも何百万もかけて作ってんだよ、
だけどまあこれからどん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 このお金かけて作り込んでいこうと思ってるから、はい、とにかくそのもう戦車は限定、もうそれまではもう無料でやるけど、もうそれ以上はもう有料にすると思うんで、はい、あの早いもの順に乗ってくるんで、まあ、ぜひあの登録だけでもね先に済まして、はい、で求人は別にいつでもかけれるからさ、はい、ぜひ登録してください。お願いします。まあ、チャンネル登録はいいか、まあ、これまあいいっすかね、してる人ばっかだよな、はい、してないと逆にもうしてないと逆にそれ聞いても分かんないですからね、うん、何言ってんので、まあ、はい、そんなもん興味ねえよっていうコメントだけやめててね、まあ、それはそう、あの、はい、興味ない人が大半だと思うけど、はい、まあ、一緒に成長していきたい、もっと会社成長させたいっていう人たちが20人のために作っている動画だから、はい、ちょっとね、皆さんあの朝6時の忙しい時間を取って申し訳ないですけど、はい、よろしくお願いします。お願いします。またね、また見て。Yeah.